こんにちは。この度1980年12月に起こった UFO 遭遇事件、レンドルシャム事件を扱った映画が公開されると聞きやってまいりました。これがまさにその映像です。実は私が初めてこの事件を取材し日本に紹介したのです。ことはイギリスのサフォーク州にある小さな町で起きました。私も当時この町に行きましたが、30年以上の時を経てそこにドキュメンタリー撮影クルーが迷い込んだのです。ここが有名なレンドルシャムの森。実際この森で謎の光が目撃されたのです。ここは本当に不気味な場所で、動物の死骸に出くわしたり、撮影クルーの連中も迷子になってしまったようです。そうこうしているうちに有名なキャトルミューティレーションに遭遇。今度は GPS の誤作動で精神的に追い詰められ仲間割れをしてしまいました。そしてここで謎の光が。いよいよ宇宙人とのコンタクトです。今から30年前、空軍の関係者が宇宙人と会話したといわれる衝撃的な事件だが、米軍当局は公式には UFO 説を否定。事件は未だに謎のままです。今この映画が全ての謎を解き明かすのでしょうか。それはあなたが見届けてください。クロースエンカウンター第4種接近遭遇。果たして